はい皆さんこんばんは。えー、文春法が年末、まあ、年始早々ですね、えー、炸裂しております。で、その結果ですね、まあ、年末年始にかけて炸裂したわけですけれど、松本人志というですね、えーまあ、吉本の看板芸人のような方、そしてテレビ、まあ、テレビにものすごいプレゼンスを占めているですね、人物が、えー、突如、活動休止に追い込まれるという事態になりました。で、これをですね、 あの単なる一人の芸人のアウト松本アウトだけでは済ま,まないですね。えー、基本的にはですね私はだからまあこのプロセスの記事を見て「吉本興業お前アウトだ <laughs> もう何も分かってないわ」っていうふうに思ってですね、えー、これはもう大変なことになると思います。吉本,吉本工業がまたです、ね、この社名を変更して あのお笑いアップとかになってですね別会社行こうみたいなことになっても全然驚かないそういう感じの展開になっておりますで、えー、この件についてですねお話をしたいんですけども、えー、と記事はこちらですね。吉本ということで、えー、小沢和孝だけじゃないゲン、えー、役は m ワ1王者 接待役米進出芸人ということで、えー、2人の芸人が新たに、えー、あっになっております。<laughs> もうこれちょっちととんでもないですね。でもまあこんなの2人だけじゃないよね。ものすごい数が続々出てくることも間違いないんですけども、えーまあ、この記事がですね示しているように悪いのは吉本だけであの松本人たちだけではないですよね。 ここに書いてありますが後輩芸人が自身の立身システムのため松本人に女性を献上する、えー、情能システム女性を物扱いするような所業は長年にわたり恒常的に行われてきたと。で,で前後に、えー、前後で告発した2人に続き新たに3人の女性が自らの体験を明かすと。えー、1番目はですね参加者が続々証言。2019大阪リッツカールトンで、 えー、福岡では5,000円で売買大阪では3,000円で口止めと思う、まあ、ケチすぎるもケチすぎですよもうほんとねドアが勝ったかだけじゃないええー、出役 m ワ1王者接待役米進出芸人、えー、大胸筋を触らせ俺を遊ぶために素人と結婚したんや A 子さんが反論お礼ラインは、えー、性的同意の証明ですか とうとう出たねに専門家はまさにセカンドレイプというですねてんこ盛り盛りだくさんのですねあの記事なんですよね。で、まあ、最初にですねこの例の LINE の件ですねこれはあの最初の最初のですねあの年末のこのこちらのですね、えー、文春法炸裂に対してですね 呼び出された複数の女性が告発ダウンタウン松本人志との恐怖の一夜は俺の子供名めやと恐ろしいやつで、えー、この英子さんがですねあの,この l ラインをですねこう,こういうふうにこの小沢というやつとですねラインやり取りをしていたで終わってからもですね、まあ、このスイートルームで恐ろしい目にあって、えーまあ、大げえな目やってその今、まあ、こんな気持ちの悪い隠蔽 の LINE、えー、があり、さ、え、ら、ー、にですね、この、うん、こやつ、あ、これだけかこ、こやつとの間にの、その LINE の後に、あの追っかわされたというね、えー、これほんまか嘘か、ま,あ、まだわかりませんけれども、あほんまっぽい LINE がですね、あのあもうわがからな確認を取ったんだ、LINE、えっと、を出してきたわけですよ。でその中にはですね、 小澤さんに感謝をするようなあのメッセージが書かれていたわけですよ、ね、で,で、それをそのわざわざ小沢の側がですね垂れ流してきてこれ完全にあの人の出身をこんな風に出しちゃいけないんでいろいろ問題があるんですけどもまあ相手がやってきたからこっちもってことは何でしょうけどもえっ、ー、とその全然違うんでねあの立ち位置がねその結構問題にはなると思うんですけどもそれ出してきたわけですよ。 ででそれをですねよせばいいのに松本人志さんがですね自分のツイッター X でですね「とうとう出たら」みたいなのをっ出してでこれさえ出したらあのまあ <laughs> ケーなんやみたいなアホなことを言ってですね言ってたらしいですよねで、えー、でそれについてですねまずあの最初に、えー、とんどれだけとんでもないことをしたのかっていうことがですね明らかにされておりますでまずですねその この週まあ、特にね、この「週刊女性プライム」がですね、何考えてるんだ、こんなことを、こんな記事をですね、出す,出すなんてもう、これで、これ自体はね、ちょっとやばいと思いますよ。うん、あの、この XA 子さんに対するですね、すごい暴力を働れたことになってるので、訴訟を起こされたらダメかもしれないなって気がするんですけど、どうなんでしょうね。で えっとこの小沢さん自身はですね、これは、えっと、吉本関係者、小沢事務所は LINE の流出拡散の事実と否定ということが書いてありますが、えー、このここにちょっと不思議な括弧書きがあるので、これちょっと一応呼び上げたいと思いますけど、小沢さん自身は、小沢さんは自身と A 子さんにしか入手できない LINE のスクリーンショットを芸人仲間に横流し、松本さんはこれを公開すればええんやなどと息巻いていた。 松本さんは X に投稿することで飲み会の存在自体を暗に認め結果的に吉本のコメントと矛盾が生じてしまったその後ですね「かっこ吉本関係者点」点小,小沢の所属事務所は LINE の流出拡散事実否定なのでこれ言ってるのよ吉本関係者ですねもう内部から垂れ込まれてますよ <laughs> で、えー、そうなんですよこれ私もこの指摘したようにですね別の動画で指摘したんですけれども えー、これ吉本はですね一切事実がないって言ってるのに、えー、と,これとうとう出たなってあの言っちゃったもんだから、えー、とその一気にですねこのバーッと狭まったわけですね。えー、その実際に英子さんは存在しでそれで小沢さんと,、えー、と松本が参加した、えー、と飲み会が存在しでそれに対してそれにですねなんか何かあったなっていうことまではですね えと証明されてしまったわけなんですよねだから、えー、その吉本は一切事実がないっていうこととですねまあ矛盾ではないと思うんですよねその一切の事実って範囲がですねギュッて狭まってしまってで吉,吉本関係者自身がですねこれはまずいなと思ってたってことみたいなんですけども小沢の事務所は LINE の流出拡散を事実と否定って言いますけどもうどうやってじゃあ流出したんでしょうねこれねでこれをですね A 子さんはえっ、ー、と 認めてます、えー、ラインを送ったと。そのように、その次のように言葉を、えー、絞り出すと。で、なぜお礼 l i n が、えー、P の合意のですね証明になるのですか。このメールを送ったときはパニック状態にありました。全、え、裸、ー、で高圧的に迫,迫ってきた松本氏を拒否したため、男性児が謝罪する姿を目の当たりにした直後であり、最後まで対応しなかったことをむしろ自分の火のように感じていました。 芸能人が卵,卵だった私はどうか穏便に見逃してほしいと反射的にお礼の文言を書いてしまいました。今思えば全てが彼らの計画通りだったのです。これまでどれだけの女性が同じ思いをしてきたかを想像するだけで吐き気がします。ここまでこぎつけるに8分でもかかったことは悔しくてしか方ありませんというふうに言っております。で実際ですね、そのこの直後にいろんな形でね、自分の知り合いとかあの一緒に行った人の間でですね、とんでもないことが起きたということの LINE が残っているんですよね。 だから、えー、やっぱここすごい大事だと思うんですけども、NPO 法人レイプクライシスセンター代表で、えー、弁護士の望月明子さんはですね、女性が事故に相手側に迎合メールを送ることは、性的被害者特有の自己防衛行動に他ならないと解説する、その通りなんですよ。それ以上の被害を受ける恐れがありますからね。で 被害者が平成を保とうと普段と変わらない行動をすることは決して珍しいことではありません。むしろ弱者である被害者が会社におもねるような言動を取ることはしばしばあります。で、同時に性的被害者はあんなところに行ってしまった自分が悪いと自責感に悩、苛まれ苦しんでしまう。こうした被害者心理や理解が少しずつ積んでいる昨今の社会では、ゲイゴンメールが道理のない性行為はなかったと言い切る論拠にはなりません。 また松本や小沢が、えー、合意があったとの意味合いでこうしたラインを拡散することはまさにセカンドレイプですと言っているように私はです、ね、これはセカンドレイプだと思うし、えー、これをです、ね、報道した「週刊女性プライムはです、ね」は厳しく指弾されるべきだというふうに思いますね。で,でまあそのこれがそのまず例のですねあのとんでもない自分の首を絞めるだけのですねそしてこの A 子さんに対するとてつもない 暴力を振ることになったそののとそ拡れででそのここから先がですねメイ,ンメインディッシュなんですけども何が起きていたかっていうとですねまず一人ではなかったと。でこの小沢っていう人物以外にですねこの黒瀬淳っていうですねお笑いコンビパンクブーブーの黒瀬淳らとですね共に あの福岡でなんかプロがプラプラする番組があるらしいんですけどもそのバラエティ番組不定期のバラエティ番組の取材の時にですねこの黒瀬さんにですね知り合いの女の子を連れてこさせて献上させてるんですよね。で,で誰か分かんない VIP が来るって言われてこの C 子さんという人がですね後輩芸人の3人で待ち合わせて行ったと。 で相変わらずそのグランドハイアットなんですけど、えー、とその1泊20万円ぐらいのグラ,グランドエグゼクティブ・スイート・キングっていう VIP、まあえー、にしては大したことのない部屋 <laughs> なのかもしれませんがそので松本人志の部屋にですね連れて行かれてでその黒瀬とその後輩芸人とがですねあの、まあ、場を盛り上げて太鼓持ちをしていると。 でそこでですね、えー「有名人と結婚して不倫すると奥さんや相手の事務所の迷惑がかかるだから俺は素人と結婚したんや有名人と結婚したら遊べへん有名人と結婚する人はすごいわ」ってうふうに言っててでまあそれでそろそろそろ変なゲームみたいな感じになって二人きりになりたいって言ってるてけどどうかなっていうことで、えー、ああやっぱりそういうことってあるんだって思ったんだけども。 後戻りができないと思っちゃったので、えー、その、行為に及んでしまったと。で、えー、でそ,そしたらね、こすごいな、クロスさんはチャックのついた小さなポーチからタクシー代って言って5000円を差し出したと。じゃあ、バイバイ。松本さんっていつもこんなことしてるんだと心心の心底虚しくなりましたっていう。アホですね。本当アホですね。 たまったもんじゃないね。もう本当になんとしといて5000のタクシー代とかって本アホな上りケチですよね。たまもっととんでもない人間ですねもう。これは2016年の7月だったそうですけど、2015年の11月のそのまあが第1回の放送の時もですね、まあ、同じようなことをやってたらしいんですよね。で、あの。 この時もですね、黒瀬さんという人が知り合いの女性を手配し松本さんに上納しているとで地元の会社経営者の,です、ね、あの証言が、えー、出ております。でこれでその松本さんが福岡に来るために接待しなきゃいけないしかも毎回新しい女の子を集,集めなきゃいけないんだけど正直もう呼べる女の子いないよというふうに、えー、彼らはですね 黒瀬とそれ後輩芸人はですねあのぼやいていたということですね。で、えー、大阪のバージョンはですね2019年10月ですからこれ結構ヘビーなんですよ。というのはですね2019年10月だとあのー、時効が成立しないですね。2023年でしょ今。だから4年ちょっとぐらいなんで多分ねこの当時の法律でもこの 何かののの法律の事項の範囲に入ってますねだからこれをもし誰この被害者の方が、えー、告発すればですねやっぱりアウトですね刑事的にアウトだと思いますでこれはあのー、渡辺何、えー、お笑いコンビクロスバー直撃の渡辺センスっていう人があ女の子を 呼んできてでそのそれをそのリッツカールドン大阪に連れて行ってでそこにですねその田村賢治という人物芸人のって書いてありますけどもえこの人は松本の側近として、えー、知られる人だそうでして2014年10月にスタートしたバラエティ番組「松本家の休日」では松本と共演。 えー、昨年5月から米ロサンゼルスに拠点を移してるっていうことでやばいと思って逃げたのかな。でまあ、あのー、そこでですね、えー、その友人それから放送作家の X もいてですね4人男性がいたとそこにですね、あのー、女性がですね、えー、2人呼ばれたわけですよねでその友人の方がですね、あのー、松本の部屋に呼ばれていって。 えー、他の全員は部屋を出ることになって、はい、これって3000円のタクシー三3000円のタクシーだよ。もうちょっとなんかね、すごいですねで。それで今日のことは絶対言わんといたら、お前やすぎるだろ、口止め料。<laughs> なんてそんなケチなのかな。意味わかんないですけど。まあ、それで、その、こういうことがですね、しょっちゅう行われているっていうことを、後から知ったと。で、その医療関係者のですね、いい子さんという人も現れていて、 でこれがまたこのタムケンので、ね、タムケンタイムの宣伝を受けたんだと。それは2015年の夏っていうことでした。やっぱりそこにリッツカートに連れてっていかれたら、そこに松本がいてですね、えー、田村と松本と、それから放送作家 X と、それから、えー、面識のない女性が一人いてですね、あのー、これどういうことなの、まあ、セクシー系かわいい系だ女性は見事に全員のタイプが違ったっていう。 で何人、結局何人いたのかな、女性は。記事を見ると、渡辺さんで渡辺さんと親しい友人に芸人会と飲み会をしようと誘われた。でいい子さんがねで、彼女たちにはっていう、このたちが何人入ってるかわかりませんが、まあ、ここには2人、とりあえず出てますね。で、それでさらに全然知らない人が一人いたから、えー、3人なのかな。で、まあそれでその。 それで最後にですね、えーと、この人はですね、なんかこの、結局その日は友人が松本さんに献上され、P をしたと本人から聞きましたっていうことで、あのまあ、これでそのほぼ同じパターンですよ、この時もですも、ね、タクシー代、いくらか書いてないんですけど、タクシー代しか渡出さなかったみたいですね。 でえー、とこの A 子さん、B 子さん、それから今、C、D、E とか、4人、5人出たわけですけども多く、多くの共通点があるというふうに指摘していますね。まず、ですね、小沢,小沢とか黒瀬などのその世間芸人はです、ね、直前まで場所はもちろん、VIP が松本だとも女性たちには一切明かさないで、で最高級ホテルのスイートルームに誘うと。最後はゲームとかなんとか言って、松本がいる寝室に女性を誘導すると。 でそれをもう松それは松本を取り巻く後輩芸人のいわば、えー、と県女性のですね、上納システムにほかならないんだということで、えー、で飲み会に居合わせたことのある女性が、っていう別の飲み会に居合わせたことのある女性の証言も出てます。でこれはだから、えっとこれこれはですね、この飲み会に行ったんだけども、あのそのそゲームのですね、 番狂わせをやっちゃってですね、松本がぶち切れて帰ってしまったっていうあのことに帰ってしまたことによって、政府だった事態というのもあったんですけども、これは未遂のケースですよね。その証言も出ております。まあ、そういうわけでですね、あのこれとんでもないことがシステマティックに行われていたということになりますね。それで私で私が特にととんでもないない思ったのは この記事の冒頭に出てるんですけれどもあの吉本のこの芸人さんにですね「週刊文春」の女性記者が静岡県の JR 沼津駅にですねあの聞きインタビューっていうかまあ取材に行ったわけなんですよ。でそれで名刺を出してね。あの 松本さんと飲み会をっていうふうに聞いたらですね、その表情から一気に血の毛が引いていったと。でそれで彼が所属する吉本芸人がいやいや吉本工業が芸人たちに文春の取材には答えないようにと観光令を敷いたのはその直後のことだった。ってことで、これ1月7日の正午だっ。観光令引いてるんですね。で、その一番最後,最後に吉本工業は何をしているかっていうと、えっ、ー、と、その。 週刊文春の,の取材に対してね、取材,あのかく取材というか、確認のための文書を送ったわけですよ。か尋ねたわけです。文書を送ったかどうか分からないな。吉本興業に対して田村賢治などの後輩芸人が松本に女性を圧っしていたことなどを尋ねると、1月8日に次のように回答したと。棋士前後において名誉毀損による、うん、前後に対して名誉毀損による書章提起を用意しております。本、質問状にあるような。 事実を記載して、事実って言ってますね。<laughs> 事実を記載して、新たに名誉を毀損する記事を発表されるのであれば、当然に法的措置を講じるので、そのことをその旨予告します。って言ってて、でもこれ、これ、公的、もう事実って言ってなんだけど、公的なんですね、意義のあることでかつ、事実であればですね、これ、名誉毀損とかならないということを知らないのかな。<laughs> 事実じゃないっていうのは唯一の、この場合のね。 真実たと信じるに値し,値しないとかっていうふうにならない限りは勝てないからもうこれも負けを宣言するんですけどまあそのそういう謎の予告をしてきてそういう通告をしてきてその4時間後にですね吉本興業が松本のです、ね、活動休止を発表したというそういう流れになってますね。でこの吉本興業がまずだからえこの。 事実は一切ありませんって言ってるのに対してね、何の操作も調査もしてないんですね、これね。で、内部、もしもこんなことが起きたんだったら、本当に事実関係どうなのかって、まず調べないと対応できないんだけど、一切調査をしてるふとぶりがなかったですね。で、それで一切調査をしないで一切、一切事実もコンって言い,言い放つって、ちょっともう何考えてんだろうだ企業のマネジメントが全くできていないってことをですね、示しております。 それからですね、そ,の、えー、でそれで、えー、観光令をし代わりに観光令をしそれであの意味のわからない、えーとね、あのこの名誉毀損というのはあのその公的公、まあ、松本さんみたいなものすごい公人ですよね。ものすごい有名でその影響力のある人物に関する、しかもその女性に対して被害を与えてるんだから、その公的利益があるのはもう明らかですよね、この情報に対して。で、その公益性がないか、かあるいはその事実。 に基づかかないか事実と信じるに値しないようなことを適当に言ったかっていうこの2つがですね成り立たないと名誉毀損はですね、えー、問えないんですけど事実って認めてるし本質問上にあるような事実を記載したらですねでしかもこれめちゃめちゃ公益,公益性とか公共性があるのでそもそも成り立ってないっていうことを何を言ってるんですかねこだから 吉本工業あるいはその顧問弁護士っていうことを全然聞いてないのかそれとも顧問弁護士騙されてるこの訴訟やれば勝てますよいや私がですね2億円ぐらいで引き受けましょうみたいなこと言われてよしじゃあ2億出すからあいつをつ中間文書をくっといっぱいでやってくれとか思ってるとかなんかもうそれぐらいしか考えられないですけどめちゃくちゃですまあそういうわけでですねえー、この吉本興業アウト お笑いアップに間もなく名前が変わります。<laughs> 所属芸人は別会社みたいなことに。何かにないですね、これ。だってその組織ぐるみだもん。で、しかも、これ全部後輩芸人全部やらせてるのは、サンスモトさんだけですか違いますよね、きっとね。吉本興業の中でずっとやってんだよね。ってことは、吉本興業がやらせているってことになりますけど、これはもう大変なことです。ジャニーズと全く変わらない。 で多分黙認していたとしても大問題です。何、えー、ていうかそういうのもう当然のこととしてなんかあの、えー、やらしてたっていうことになるとこれはもうもうもう,もう会社は持たないですね。とういうわけで、えー、ジャニーズ事務所について吉本興業もですね間もなく崩壊する可能性が高くなってまいりました。でこうやってですねそのシステムの変化っていうのは一気に起きるわけです。これはまあポジティブフィードバックと言ってるんですけれども。 どういういことかととか言いますとですでねこれいつも出してるんですけど、まあ、A が増えたら B が増えるみたいな関係があったとしましょう。そうしたらですね A が2倍になったら B が2倍になるみたいなことが起きますけどそれ以上のことは起きないですよね。だからでそれでも B が増えたら C が増えるみたいなことが起きても A が2倍になったら B が2倍になって C が2倍になる。まあ、これだけでも大変なことには見えるかもしれないけどそれだけのことです。でそれで D もって E もっていった時に A が増えて E が2倍になる。 まあそれ以上のことは起きないんですけども、ここで E が増えると A が増えるという関係性ができるとですね、これもぐるぐる回って大変なことになるんですね。原因が結果を生んで、結果が原因を生んで、みたいなことでバーンって大変化を起きて、これはポジティブフィードバックって言います。こういうことが起きるとですね、その構造的な変化が一気に起きるんですね。だから物事が変化していってる、この順番にね、 接続 A と B がつながりました B と C がつながりました C と D がつながりましたっていうことだっても別に大したことが起きてない起きないんですけど最後 E が A とつながりましたって起きた瞬間にドカーンって変化が起きるんです今ですね去年からその何かがつながっちゃいましたねそれでそのコンポジティブフィードバックが起きて一瞬にしてジャニーズ事務所が吹っ飛んでそしてです、ね、次に吉本興業がまもなく吹っ飛びつつあるということになりますそれを引き起こすのは この被害に遭った方々のですね、本、え、当、ー、勇気なんですよね。で、そのある人が前に踏み出す、そうすると別の人がそれを見て前に踏み出すで。こういうことが起きると、その一気に多くの人が立ち上がるということが起きます。これもポジティブフィードバックが起きてるわけですよね。で、これがですね、えー、構造的な変化というものをですね、引き起こすためにも、最も大切なことで、 えー、この A 子さんという方のです、ね、勇気そしてこれがですねジャニーズ事務所に被害に遭った人々が立ち上がったことを見て A 子さんが証言されたということはですね本当に大事なことだと思います。まさでそれをですねあの、まあ、そういうダイナミックスに,トークによって社会ができているということをこの本が私はずっと議論しているんですけれども2004年に出た本ですが絶版になっていて。 え清水さんがこの本を読んでまあ人生が変わったみたいなことがあってですねえ俯瞰しようということになりえ私と清水さんが解説動画なぜ解説動画をつけたかちょ,っとちょっと難しいみたいでこれだけでは分からんだろうということで解説動画をつけてえ販売しているそれがですね38,500円で現在販売しておりますがえとこれもですねバージョン2今度は私が自分で20年の時を経て2023年に 解説動画を撮りました。長いです。15時間ぐらい撮りました。それに、さらに清水さんとの解説動画の解説動画みたいなものをつけて、その複雑さを生きるバージョン2として販売してるんですが、これがなんとですね、ちょっとお安いんです3万5000円。ただし、3月10日まで、明日までです。今0日。<laughs> また、その,、えーその、これでもう、もう値上がりしちゃいます。とういうわけで、最後のチャンスですので、 まあ、ぜひですね、まあ、買ってそれをご覧になってくださっている方はですね大変面白いというふうに反応をい,ただいておりますのでこれを読んでこのポジティブフィアテバックの起きる時代をですね生き延びるための、えー、ツールとしていただければなというふうに思っております。じゃどうもありがとうございました。